文化2章8節より20節その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたすると主の天使が近づき主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた天使は言った恐れるな 私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって会話桶けの中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。 すると突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ。地には平和。御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。 そして急いで行ってマリアとヨセフまた会場を家に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事を全て心に収めて思い巡らしていた。 羊飼いたちは見聞きしたことが全て天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったメリリークススマハワイの今年のクリスマス、まあ、アドベントクリスマス雨が多かったですねでも昨日から今日は晴れてくれてますけどもね、えー、我が家の目の前のえー 広,広場というか、えー、ところにね、えー、このタウンハウスのマネージャーが、えー、まあいつも以上にね毎年やってきたんだけれども一生懸命に飾ってくれたクリスマスマデコレーションが、えー、あります、えー、夜ねライトアップするとなかなかあの綺麗なんですけれどもねでも雨がずっと続いちゃったんでお休み、えー、でした。もうすごいあの 大きなスノーマンがいたりね、あのツリーがもちろん真ん中にあって、トナカイもたくさんかなりたくさんいましたね。えー、そして正面のあの壁白い壁のところにはこうプ,レジプロジェクションでね、かなりあの夜になるとあのいろいろ動いて音も聞こえるんですが、で真ん中にあの頭身大の、えー、ほぼ等身大のサンタクロースが いらっしゃるんですけれどもね、えー、本物のサンタクロースウェア、えー、服を着てますので雨が降ったら大変ですね、えー、ですのでほとんどあのオフィスの方で休んでらっしゃいましたね休憩してでさすがにこの週末は、えー、出動をしましてねでもまだ少し雨が来るんでビニール袋をかぶって立ってました。 <laughs> 夜だけあの雨がないとビニール袋を取ってライトアップするとまあそんな感じでしたけれどもいろいろありますねえまクリスマスカードもなんかねだんだん年々少なくなっていくような気がしますでこれはあの私たちが恒例になっただけじゃなくて多分あのメールやオンラインにこうチェンジした方した方も多くえまあ。 私たちも我が家も実はもうあの郵送でね、ポストするっていうのは減らして、えー、オンラインにだいぶ、えー、移行していっています。で、もう以前はね、そうだな、もう大変でした。クリスマス前になるとクリスマスレター、カードを作るのにね、300枚以上、あの、作って出していたんですが、えー、今はもう100通 <laughs> より少なくて、 かななりシンプルになってきました、まあ、ちょっと寂しいかなっていう気もしますがでもとてもこう方法は変わりますいろんな方法は変わるんですが、まあ、クリスマスレターはできるだけ続けていきたいと思っています。でちょうどね何日か前なんですけれどもその数少なくなったんですけれどもあのいつもだったらすごく早くにカードを送ってくださる。 引退牧師がリタイアパスターがね、あのー、メールをくれたんですね本当はあのカードが来るはずがメールが来ましたでメールなんですけど本文が書いてないんですねであのタイトルのところタイトルだけタイトルラインのところにね一行カードありがとうございます2人で寝てますご夫妻なんですけど引退牧師がねちょっと高齢な方ですが2人で寝ていますので何もできません お許しください、えー、とてもシンプルなあの <laughs>、えー、クリスマスメッセージといいますか来ました、まあ、実はあの本当はもう手術を12月に入って受けるはずだったんですがその日程がちょっとした手違いで延期になって今も動きが取れなくて制約がある中ですので、まあ、そんなふうに書いてくれたメールもまあなんとあの感謝なメールかなと思いながら受け取りましたけれどです。 受け取りましたでまあクリスマスですがねあのそれぞれぞの色々なあの事情があります、えー、日本では家族や親族が亡くなったと失った時には、まあ、クリスマスやニューイヤーの挨拶をこをしませんというまあ,あのあります慣習っていうんでしょうかね喪中につき ごのご挨拶失礼しますっていう言い方をちょっと難しいですがまあしま,すまあそんなことを言ったらもう誰もがかなりその痛みがあったり苦しみがある年その中でもこの時にはご挨拶がクリスマスのご挨拶が新年のご挨拶ができるっていうまあいい時なんですけどでもやっぱりね悲しみも痛みもあります。 でもそんな中だからこそまあ大きな喜びのクリ,スマがクリスマスがあるようにというのが本当のクリスマスかなと思います。というのが本当のクリスマスかなと思います。実は私たちはそのような時にもあのカードレターを出していました。も中ですからごめんなさい今年は出しませんということはせずにメリークリスマスは同じえということでそうしましたけどもさて。 今日の聖書の箇所はルカの2章8節から20節これまさにクリスマスの箇所です。えーまあ、この箇所に入る前のところ6節7節のところでは彼らがベツレヘムにいるうちに、えー、マリアは月が満ちて初めての子を産み 布にくるんで貝羽をけに寝かせた宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。まあ、つまりはマリアはベツレヘムで初めての子供イエス・キリストを産みました。救い主イエス・キリストは誕生したんですね。その誕生したその日と言っていいでしょうね。その時が今日のこの箇所です。で、今日の箇所は羊飼いが 登場して羊飼いのが主役って言ったらいいでしょうかね。先週のワイキキの,あの礼拝では、浅見さんがね、全く同じ箇所でクリスマス、アドベントのメッセージをしてくださいました。で、羊飼いたちのようにっていうあのメッセージだったんですけどね。まあ、あの、その時にね、やっぱりあ,あの夜、この夜、クリスマスのその夜、 そのことをこう思い浮かべながら羊飼いがどんなふうにこう受け止めてどんなふうに行動したんだろうか。でこのクリスマスを知らせるこう羊飼いからまあメッセージを受け取りましたけれどもね今日も同じ箇所内容がかぶりますけれどもえ主の天使の方に今日は天使の方にねえ天使の言葉とそして天使と 天の大軍軍勢、えー、の大合唱です、えー、もうすごいコーラス、えー、ここからねクリスマスのメッセージを受け取りたいと思うんですがまずは,天主,は主の天使は羊飼いに現れました、えー、先週の浅見さんの話の主人公の羊飼いに、えー、現れました8節 その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。そう。羊が夜を過ごすその野原。そこはもう真っ暗だった。でも暗いということは星はとてもよく見えて満天の星が輝いていた。でもそれを羊飼いは眺めてるんじゃなくて羊が 獣に襲われないかかどうかの方をじーっと暗いんだけどそこにもしかすると獣の目が光るかもしんないしとにかくそれをこう注意深く、えー、寝ないで夜通し羊の群れの番をしていた、えー、暗闇闇が深ければ深いほど確かに星はしっかりと見える、えー、でもそれよりも羊飼いにとっては羊を守るんですね。 獣の気配,気配ですよ見えなくても感じる。見えなくても見るように、その気配を暗闇で、やっぱりね、見えないからって目はつぶってないです。目を凝らしてずっと見張っていた。そんな暗闇に主の栄光が周りを照らした。 これすごいですね。もう一生懸命暗闇を見つめていた羊飼いのところに光がブワーッて来たんです。えー、もう目がくらみますね、えー。クリスマスの劇だったらね、あの羊飼いの役をやって、えー、いる人たちが必ずいるんですけどね、何人か羊,羊になってるんですね。で羊のとぶブワーッて明るくなったから、うわーッ 驚くだけじゃなくて、もう床、床じゃないなし、もう下に転げ回る、えー、大げさな演技をする場所ですね。いや、もう本当にびっくりでしょう。深い深い暗闇っていうのは、音もまるでこう吸い込まれるように、音もないんです。無音の。あの、漫画ですと、シーンって書いてありますね。音、音にならないから、シーン、静まって、 その静けさの中そこに音はないのに主と共に主の栄光の光がバーッと周りを照らすえー、まあ何の予感も音もない中でドワーッですからまあすごいね目があの腰抜かすだけじゃなくて一瞬目がもう見えなくなる目が暗い見えなくなりますし何が起こったか わかるわけはなくて羊飼いはですから恐れたんですね当然です、えー、まあクリスマスのページェントで劇をやるとね羊飼いっていうのはなかなか大,せ大切な役ですねあのここに出てくるようにねそしてあの人数をいろいろ調節できるので子どもたちがいっぱいいて羊飼いになれそうな子がいたら結構ね 1>, 1人え、2人じゃなくて何人か羊飼い役っていうのを作ると思うんですねえー、まあ、でもこれねベツレヘムの近くの野原の羊飼いという羊飼いになんで天使はそこに現れたんでしょうかね他へ行っても良かったです暗闇の中の羊飼いに天使が現れました もうそれ考えると何でだろうって眠れなくなるんですけどもね。なぜ羊飼いが選ばれたのか。なぜ旧約に予言された救い主イエス・キリストですよ。メシアの誕生ですよ。神様の領域の天のそれこそ、天からの出来事なのに知らされたのは、まずは羊飼いだっていうんですね。 あの職業差別をしてはいけないんですけれどもまあ羊飼いがこの民全体この世界の代表者とは思えませんね。世の中に影響を与える羊飼いに伝えたらみんなにすぐ伝わるぞ。今風に言うと インンフルエンサーって言いますね、えー、SNS でこうねちょっとでもその人に言ったらみんなに広がるよっていうような羊飼いはそんなものではないまあ救い主の誕生を世界中に知らせるんだったらもう少しふさわしい人選が選び方があったんじゃないかと思うんですねオーディションしてねで まあ学力テストもした方がいいかな理解力必要だしねであの聞くだけじゃなくて伝え,伝えるからねみんなにこう伝えていくんだからコミュニケーション能力も今時だったら必要ですということは超ハイスペックですね高いもうすごい人格と能力があるそこに天使は現れるべきだったんでしょうしかし神が選ばれたのは社会的なこう 立場が弱くて、能力はちょっとわからない。一生懸命羊は守るけれども、いわゆるハイスペックではない。えー、羊界。まあ、あの、羊界いといえば、イエス・キリストは大牧者って言われてるんで、羊界のボスですね。<laughs> 一番偉い羊界と言っていいので、確かに羊界つながりが、 あるから関係がないとは言えないけれども、どう考えても人間的に考えると、でもそれが、これが神の選びである。私たちが持っている価値観をまるでひっくり返すのを神様の価値観で、神様は羊飼いを選んだ。その羊飼いに、えー、天使は告げます。十節。 恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げるですね。しっかりと覚えてしまう、まあ、天使の第一声。天使が伝えるのは救い主の誕生ですが、その存在を大きな喜びという言葉でこう表現します。民全体に全ての民に与えられる大きな喜び。 Joy to the world! Joy! 喜びがあります。えー、11節。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアである。イザヤの9章にある予言されたメシアが救い主が今この時、今日、お生まれになった。イザヤでは、 一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべきワンダフォー指導者、えー。力ある神。永遠の父。平和の君と唱えられる。という予言された、この、えー、メシア。 ま、あの、宗教家でなくても、この羊飼いもユダヤ人であるならこのメシア予言は知っていて、ユダヤの民は何百年もこの救い主を待ち望んでいた。その救い主がお生まれになった。しかし、その緑子、一人の男の子は、十二節では、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子、 っていうふうに書いてあります生まれたばかりの子です、えー、生まれたばかりの赤ちゃんですからねサイズはどんなですか、えー、ベイビーキリストは大人の私たちの手のにもう入っちゃうサイズですね体重何グラムであの記録されてないんでわかんないんですかね今なら3000キロを超える ここも普通かもしれない。でも、どうかな、そんなに大きかったのかな。でも2あ、ごめん、三千グラムだね、三 <laughs> 千キロじゃ、とんでもないことだ。二 <laughs> キロ、三キロ、ね、赤ちゃんでも二キロ、三キロの子って、本当に生まれたばかりの子は小さいよね。もうあの、どうぞ抱いてください。なんて言われても怖いで。落としたら怖い。どうしようっていう小ささ、弱さが。 まあ,あのそのでも子供血のみ子が全ての民に与えられる大きな喜びはその小さな小さな今落とすことはしないけど落としちゃったらもう命も本当にちょっとのことで命が危ないぐらいの弱さがあるましてや宿,の宿には部屋がなくて、ね、ベッドの上じゃなくて。 海馬桶け、家畜親の海馬桶けの中に寝ている。なんていう落差っていうか、でも、その海馬桶けに寝ている血のみ子が大きな喜び。いや、そ、それだけ見て大きな喜びなんて決して思えない、言えない。でも、天使は言います。十二節で、これがあなた方への印である。 イザヤが予言した、本当は予言したのは、ワンダフォーなんですね。その名は驚くべき指導者であって、力ある神、永遠の父、平和の神っていうメシアっていうのは、なんとそこにはこの小さな弱い生まれたばかりの姿。でも、それが大きな喜びだっていうんですね。まあ、これはあの神様の救いの計画の不思議って言いますかね。 弱い羊が選ばれたでしょ一番弱い羊。でも、そこから民全体に救いが広がります。今、世界中がね、あの、メリークリスマス、メシアの誕生を祝います。そして、神様が用意された救いは、神様がもう絶対力で、パワーでこう進められるんではなくて、今そこに眠って、 幼い幼い海馬桶の血の実を弱くて小さな存在この小さなところから民全体への救いへと向かうのが神様の救いの計画の特徴これがあなた方への印である神の救いが始まったメシアが生まれたこの時ですこの救い主メシアを神に選ばれた羊飼いを羊飼いたちはね 見つけるであろうと、天使は言いますが、羊飼いは確かに天使に選ばれて、その言葉を聞いて、あの、ちょうどね、あ、よかったよかった。すごいところに出くわしたじゃないか。もう暗闇の中であの光を見ながら天使の言葉を聞いたし、うわあ救い主を今見て、なんてすごいんだろう。すごいね、すごいね、すごいね、すごいね,ごいねって、また野原に帰っていったのか。あ、よかったよかったね。まあ、また後でお話しようかな。 そういうレベルではないで15節で以降ではねこの今日読んだあの最後の後半ですけれども羊飼いは見ようではないか急いで行って探し当ててという信仰の行動をここにとっています確かに見つけました行動したら見つけましたさらにこれを人々に知らせましたこれが羊飼いが選ばれた理由ですね。 あの、羊飼いはね、この大きな喜びを誰よりも早く受け取って行動して探し当てて人々に知らせたんですね。天使はこの大きな喜びの告知をした、言ったそのすぐ後なんです。13節。すると突然、書いてありますね。 天使だけじゃなくて天の軍勢がうわってそこに現れてるんですね。で加わり大合唱になります。えっ、ー、と日本には歌舞伎っていうのがありますけど、えー、見たことありますかえー、まあ歌舞伎だけじゃなくてもあるんだけどねあの歌舞伎にね「鈍ョって幕がねバーンって落ちて背景が変わるっていうのが幕なんつったっけ振り落としって言ったかな。えーまあ、これはあのコンサートでも いろんな演劇がすべてありますこう釣ってあるものをバーンって落としちゃうんですガンってそうすると後ろの背景が見えます後ろの光がカーって客席を照らすってすごい演出なんですね舞台で幕が落ちて暗闇の静けさのあの中で 天使たちがもちろんそこでこう天使はね幕の前かな幕の前でこうやって羊飼いにこう言ってされてまあでも明るいんだねちょっとわかんない <laughs> でもそこにバーンって幕が降りると後ろに天の大軍軍勢大合唱団がクワイヤーが何百人わ <laughs> かんないいてガーって見えるって まあクリスマスのライトアップどころじゃないですね。アラノで大合唱の大コンサートが、その、あの、後ろは見えた、天使が見えただけじゃなくて、音が響いて、声が響いてるんですね。で、あの、12月になりますと、これはね、日本が特徴的なんですが、ベートーベンの大工シンフォニー,、えー、これが演奏されます。 えー、歓喜の歌ですね大合唱、ジョイフ・ジョイフ、英語だとね、でもドイツ語で、この全部を大工を演奏するっていうのがあるんですが、そしてもう一つ、12月に特徴的なのは、ヘンデルの「メサイア」えーまあ、クリスマスに演奏されます。で、まあ、クリスチャンだけじゃないんです。ノンクリスチャンも、メサイアを歌う回。 一年間も何年間も準備して毎年毎年同じですが、これをやるんだっていう、そんな。で、これはね、あの、そういう好きな人はもちろんだけれども、どの地方でも地域でも、教会の単位でももちろんあるんですが、あの、ベートーベンはなかなか歌うの大変ですけどもね、まあ、メサイアも大変なんです。でも、それなりに歌えるのがメサイアなんですね。で、ハワイの えー、心に光をクリスマスマ、えー、この間ありましたけれどもずっともう、えー、何年か何十年か前に、えー、私たちハワイに来てすぐに、えー、家内の千恵子が指揮をしましたねクワイアあの時は一番人数多かったかもしれない100人超えかな、えー、100人以上いたかもしれないですねでクリスマスのコンサートでもちろん、えー、ハレルヤーコーラスを。 ハレルヤちょっとみんな会場がブワって立つんですね。なんで立つんだと思って、えー、それがまあしきたりというか、えー、そしてこれはあのコンサート、クリスマスコンサートだけじゃなくて、アラモアナのセンターステージに全員並びましてね、本当に休む人いないぐらい、みんな並んで、あそこでえアラモアナで。 「ハーレルヤ」「ハレルヤ」コーラスっていうのはあれはね「メサイア」の中のちょっとすいません曲の解説をしちゃうけどメサイアの中の1部2部3部2部の部分なんですね2部の一番最後のうわーってストーリーがある中でその最後に「ハーレルヤ」の大合唱になる。 ですね、それが特徴的。二部ってじゃあ、どんな内容かっていうと、イエス様が十字架にかかって蘇られて、そう、救いが完成して、イエス様がこの地を治めるという、その、イエス、あ、救いの完成ですね。そこの救いの完成だから、ハーレルヤって救いが、ここに、この地に。 というのが2部ですね。そうすると3部っていうのが、3部作なんで3部がありますけれども、3部はね、イエス様が再び来られますよ。そして、信じたものはまた蘇りますよ。本当にキリストの支配がここの地に、ここに完成する。ですので、最後はアーメンコーラスなんですね。大合唱のアーメンコーラスなんです。えー、もう分かったと思います。第1部は。 メサイアメシアの、まあ、予言からねイエス・キリストの誕生なんですねまさに今日のこのルカの箇所、えー、天使と天の軍勢の大合唱があります、まあ、ヘンデルっていう人はねドイツ人ですけれどもドイツからイギリスに渡ってイギリス人になってイギリスで活躍しましたバロック音楽のバッハヘンデルハイドンド・ これはあの音楽の時間に私作者を覚えなさいって言った時にあったんですがそうバッハとと同同世代でですねねじ年齢と言っていいしょうねバッハはでもドイツでそしてもう音楽の父でバッハの音楽は素晴らしいですしもちろんヘンデルもでも特徴が違ってどっちかいうとメロディーがシンプルで分かりやすくてそしてでもなんかきらびやかで。 そして、ね、どちらも実は多くの宗教曲を書いています。でそんなヘンデルの特徴がある中でそうヘンデルはね「メサイヤ」っていうこれはオラトリオって言われている音楽ですけどもねオペラと同じような劇を歌んで表現していきます。ソロがあって合唱があってっていうこういうストーリーがあります。でもともとはねヘンデルはオペラをこう書く。 人だったんですねですのでオラトリオでも本当はちゃんとウェアしてこうオペラのようにする宗教オペラのようにするだったんですがななかかかか現実問題オペラ手間がかかるんですね、えー、舞台装置がいっぱい衣装もいっぱい揃えて出演者もいっぱいいてそして大きなホールじゃないと絶対できないわけですがところが まあコンサートホールでオーケストラと合唱がいてソリストがいて普通にエンディングやこうドレスでできるようなそういうスタイルでやるっていうのがまあオラトリオっていうのが盛んにイギリスではされて特にあのこの「メサイア」はあのまあそういうねあの演奏しやすかったっていうか状況的にそれと同時に英語で書かれたんです。オペラっててイタリア語で書かかれてますから いいくらヨーロッパといえどイタリア語を聞きながらねストーリーがあって分かるけど勉強しないと分からないいとからんです。でもイギリスでヘンデルは英語でこの聖書のストーリーを分かりやすかったって言えば分かりやすかった、あのー、ですのでこれがまあの <laughs> 受けるっていうのは軽い言い方だけどもとてもいいんじゃないかと。 ヘンデルは生前にかなり認められた人ですね。バッハはなかなか生きてる時よりも後で認められるような音楽家でした余計なこと言いましたがこの「メサイアね」ね、えー、この「メサイア」の一部の最初の方は予言です、えー。旧約聖書の 予言が歌われながら、その予言の中で、いざやのあの、さっきも開いたあの箇所ですね、緑子が生まれるっていう、その歌が歌われていきますが、これね、えー、ちょうどね、一部の12番目、十二番目の合唱曲なんですが、えー、これ一生懸命私調べましたね。<laughs> <laughs> あのー、もちろんここに実はあるんです「あのメサイアの」のこ,これであのハレルヤーコーラス歌ったりね実際に前にあの読んで多分あの線も引いてあるんで見てるんですがもう忘れちゃいましたのでもう一回勉強し直してますが12番目にねマークしましたよここにね合唱があ,あります。えー、一人の緑の緑が私たちのたたちめに生まれた 4 unto ラッタ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 ラッラッタッタラッ私が歌ってもわけわかんない。<laughs> ごめんね。後で YouTube で確認してください。えっ、ー、と、まあ、あの、一人の緑が私たちのために生まれた。イエス・キリストが生まれた。これね、繰り返すんですね。4、うんえー、unto チャイルド・イ n ボンチャイルド・ b o r ンこれを繰り返して歌います救い主が誕生したでその後に羊飼いとこの天使の箇所になるとソプラノが歌うんですねあの天使の役はやっぱりソプラノの方がいいですね <laughs>、えー、そしてそれを歌いましてそして天使と天の大軍のさっきの バーンと幕が降りて合唱が始まります。14節。糸高きところに栄光神にあれ。Glory to God!Glory to God! って、また歌ってもわかんない。<laughs> ね、みんなメ,シアメサイア知ってるわけじゃないんですが。で、それね、そう。えー、ナンテ7 0 17番ですね。本当にね、あのトランペットのファンファレみたいに。 ランタンタタン、ランタン,タ,ンタタンっていうの、Glory to God 主の栄光を。もうこれ繰り返し繰り返し、えー、歌います、えー。Glory to God in the highest もう大合唱が繰り返されます。で、じゃあもうこれね、あの、この演奏を聴くだけでもう本当にゾクゾクする。<laughs> えー「メシアの誕生は栄光だ神に栄光あれ」っていうのはもうすごいゾクゾクしますね。で「栄光神にありランパンパパン」トランペットも聞こえるそのすぐ後にね男性の声になるんです。合唱の男性の声で低いところでね「and peace on earth」っていうのをねシンプルなふわりなんですね。えー、なこれはもう歌えないね。 地ににには平和っていいうの本当に低い音になるだから「Glory to God」って歌った後に「地には平和」っていうのを男性が歌うんでやっぱりこれ天の軍勢なんだけれどもこれどうイメージしますかね天の軍勢が神に愛いこわれるって神の領域とともに今地を見ると地に平和があらんこと地に平和あれっていう、えー、この ななんんかか対比なんでしょうかねそしてそれは「見心にかなう人にあれ」ってこれはねもう男性と女性のコーラスがね掛け合いっていうのかな重ね合わせて重ね合わせて重ね合わせて神の見心「good we toward man towards man」っていうそのこう合唱が追いかけてこれがこの天,と天使と天の軍勢の合唱です。まあ、今日の箇所で 天使は救い主の誕生を伝えました。それは大きな喜びと告げました。地位も力もない羊飼いにそれが告げられて、その羊飼いが救い主誕生の初めの証人となり、そこから神の救いが始まった。天使と天の大軍、軍勢は神の栄光 英と共に地には平和あれと歌ったんですね。まるでなんか深い祈りのようですね。きらびやかな栄光あれと共にこの地に平和あれ。今の世界は平和を求めています。誠の平和とは何なんでしょうかね。人間の力と知恵で平和を得ることができるんでしょうか。この天使の歌に 答えがあります。まず第一に。Glory to God! 栄光神にあれ。神を神とする。神に栄光あれ。と、人が減りくだらなければ、神の前に私がやるではなくて、減りくだれなければ、人に平和は作れないんですね。そして第二に、御心にかなう人にあれ。 神の御心を求めて、御心に従うところにしか、誠の平和はない。これが、天使と天の軍勢が歌う歌の中に込められた思いです。私たちはそれを受け取りましょう。メリークリスマス。糸高きところには、栄光神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。God bless you. 祈りましょう。 天の父なる神様今日もこのリビングとオンラインでの礼拝を感謝しますハワイだけでなく同じ時間に礼拝を捧げる皆さんを祝福しますまた YouTube やラジオの配信を通し礼拝を共有される皆さんにも主の祝福がありますように恐れるな私は神全体に与えられる大きな喜びを告げると 救い主が生まれた、メシアが与えられた。天使の声を聞きました。しかし、現実のこの地は争いがひどくなっています。人はもちろん平和の努力、平和への努力をしなければなりませんが、それができない人間の罪は今、増幅しているようにも思えます。だからこそ、 地には平和あれと天使は歌い救い主の誕生を告げて栄光神にあれと神様に向かう心を歌いましたどうか私たちを見心にかなうものとしてください私たちも天使と共に歌います栄光神にあれ地には平和あれ見心に 叶う人にあれ主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン